はい、2023年の3月の7日、今は、4時40分、ちょっと前。まこねえの M ポットです。あのね、昨日はね、まあ、一昨日はつけてないけど、からなんだけど、あの昨日も一昨日も、あの MP3 録音レコーダーっていう Android のアプリを使って録音したんだけど、どうもね、それのアプリのせいなのか、この、スマホのせいなのかわかんないけど、すごい雑音が多くて、で、何喋ってるかわかんなくて、まあ音質が悪いわけよ。で、まあこれ聞いてっていうには聞いてってお願いするにはさ、お願いするにはなんていうかもう拷問みたいな感じなんだけど、まあね、いずれ繰り返していって、昔はこういう流れだったんだよっていう風な笑い話になればいいかなと思って、そのままアップしてます。で、今日はね、もともとスマホに入ってたオーディオレコーダー使って、音声レコーダー使って録音してるんだけど、これがね、またね、なんか変な、よくわかんない形式、よくわかんないな、私も。OGG っていう形式で、私がさ、よく使ってる、ウェブ上のね、音声形式を、MP3 に置き換えるようなさ、ウェブサービスじゃ、変えられなかったのよ。そう。それで、MP3 のオーディオレコーダー入れて、やってみたんだけど、それも芳しくないっていうことで、今日からまた元々の音声レコーダーに戻したんだけど、これもね、帰って、あれ？あれ、あ、おー突然画面消えたから大丈夫かなと思ったけど、しっかり録音中なんだね焦ったわこんな機能があったとは。MP3 レコーダーは消えなかったんだけどな。そう、じゃあ今日は消えても大丈夫っていう前提だね。まあそれでね、そう、この OGG だったかなの形式から、まあMP3 に変換するさ、ソフトもやっぱあるんだけど、昔はさ、まあ私、ほら、Windows 98とか95とかの世代だったりするから、最初されたのはね。だから、昔はね、無償のさ、フリーの優秀な、プログラムいっぱいあったんだよ。でもね、今はね、ほんとね、全部優秀。まあ当たり前っちゃ当たり前だけどね。Windows も多分 Mac もそうだと思うんだけど、まあ、ほとんどの、プログラムは、優勝。ちょっと制限機能が無料で、無料ソフトとか入れて、検索して引っかかって、で、入れてみても、ちょっと使うと、やっぱり、ここから先は有料なのね、みたいな、のばっかなのよ。うん。だからさ、なんか、使ってみていいなと思っても、この機能のために4000円も5000円もちょっと出せないなって思っちゃって、やっぱり違うの探すみたいなのが、まあ私のよくあるあるのパターンなんだけど、それでさ、じゃあどうしようかと思った時に、私が使ってるさ、まあスマホでね、使ってるソフトで、画面キャプチャー、そう、動画キャプチャーでね、画面をさ、いじってるときに、それをキャプチャーするアプリがあって、それがね、普通に動画だと、上だか下かに広告がちょっと入るんだけど、私が必要なのは音声だけだからさ、そう、じゃあそのキャプチャーで、キャプチャーした音声だけを吸い出して使おうかと思ったの。うん。で、録画形式はさ、MP4 だったと思うから、そう。MP4 だったらね、MP4 から MP3 の音声だけを引っ張り出すのがいっぱいあるからさ。うん。無料でもね、オンラインでも。それで、やろうかなと思ったんだけど、待てよ。その前に、この、もともとスマホ入ってるそのレコーダーの、
OGG って形式を MP3 に変換することができるアプリがあるんじゃないかなって探してみた。そしたらさ、あった。ただね、それがね、まあ、私さ、こっから40分ぐらい喋ってると思うんだけど、40分ぐらいの変化に耐えられるかどうか やってみないかわかんなくて、まあ、とりあえず、まあ、無料の範囲でできるんだったら、まあ、それもいいかなと。で、まあ、Android のアプリってさ、よっぽど有名なメーカーじゃなかったらさ、まあ、300円ぐらいじゃん。買っても1000円、2000円ぐらいだし、まあ、月々使っても300円ぐらいじゃん。それだったら、まあ、いいかなと思ったのよ。まあ、私の場合でね、だいたいね、月々契約にしてる、高くても。そう、買い切りの時もあるけどね。ものによっては。でも、まあ、だいたいね、月々払いにしてる。だって、秋っぽいもん。まあ、それでさ、嫌になっちゃったらさ、もうそのまま契約来ちゃえばいいだけだから。うん、だいたい2、3ヶ月試してみて、2、3ヶ月先まで頑張れたら、まあ、半年ぐらい頑張れるかな。まあ、そんな風に使ってるんだけど、まあ、今日もこの音声も、取るだけ取って、変換してみたら、ああ、もう、拷問のような音声になるかもしれないけどね。まあ、それはそれで、トライアンドエラーってことで、いいかなと思ってます。まあ、今日もね、昨日より赤くないな。そう、時間は一緒なのに。うん。まだ朝日が、いや、そんなことはねえよね。そう。で、あと、なんだ。あ、なんか、うんちがしたい。なんかね、体調がいいときはさ、歩き出すとうんちしたくなるんだよね。もう10分早くトイレに行きたくなったら、まあ、家でできるのに。まあ、それで、うんちの話は別にして、うん。で、まあ、トライアンドエラーを繰り返しながら、徐々にね、いいものにしていきたいなと思うんだけど、まあ、それでもさ、ザーってもうひどい音だって時に、一応ね、外付けのさ、そう、外付けのマイクも探した。うん。イヤホンジャックからね、取り出すやつで、ソニーのやつで、2500円ぐらいだったかな。なんか良さそうなのがあって、それを買おうかどうしようか。でも迷ってるんだけど、その前にこの方法で、なんとか、まあ、なるんだったら、まあ、それでいいかなと思ってるわけよ。うん。だって、私のさ、このスマホ、ちょっとメーカー名ちょっとなんとも言えないんだけど、U から始まる中華スマホなのよ。で、私さ、もともと中華スマホをずっと使ってたの。ハーウェイの。うん。ハーウェイね、まあ、賛否両論あるよ。でも私はね、ハーウェイは、安いし、高くないし、軽いし、可愛いし、サクサク動くし、好きなんだよね。そう、カメラもなかなかいいしね、写真もすごくしっかり撮れるし。そう、ハーウェイだけで4台ぐらいスマホを使い倒したかな。で、なんで、これ今、中華なんとかどこのこの U で始まるなんとかスマホなのっていうことになるんだけど、もう全然お金がない時にスマホのさ、前のスマホを壊しちゃって、で、いやー、どうしようかななんて思ってたんだけど、まあその時に Amazon プライムデーがあって、で、そこを見た時に、なんか手頃な値段で売ってたけど、まあそれでさ、今のこの U から始まる中華スマホ買ったんだけど、まあ、買ってみたらね、まあ、スペックも何も見ないで、私はさ、今売ってる、中古じゃない新品のスマホだから、まあ、ちょっと古いハーウェイの私のスマホよりマシだろうなって思って買ったんだけど、とんでもない。私のね、過去のモバイル端末史上、最悪。もしかしね、このメーカーの上位モデルはいいのかもしれないけど、私のモデルはね、多分、底辺ぐらいじゃないかな。これ、このスマホ、誰かおすすめできますかって言ったら、多分、
誰もいない。おじいちゃんおばあちゃん、無理。おじいちゃんおばあちゃんの方が無理かもね。だって、タップしても動かない時はもう山ほどあるし、おじいちゃんおばあちゃんたちってさ、動くと思ってやってるのに、動かなかったりするとすぐパニックになるじゃん。そう。だから、まあおじいちゃんおばあちゃんとかさ、まあ、スマホとか詳しくない人ほど、本当は、サクサク何でもできちゃう、ハイエンドのスマホの方が本当はいいと思うんだよ。そう、私ね、正直ね、iPhone、私個人は好きじゃないの。iPhone ってか iOS。うん。そう、OS がね、OS というか、まあそもそも Mac 自体があまり好きじゃないっていうか。うん。そう、まあ私の好みの MacBook が出る時もあるんだけど、大抵、なんか、みたいな。これ流行ってるの。いや、みんな持ってるから、流行ってるだけじゃないのってぐらい、私はさ、iPhone も、あんま好きじゃないわけよ。と言ってもね、過去に iPhone 4だったかな、5だったかな、ぐらいの頃は iPhone 使ってたんだけど、そう、それっきりもう iPhone 使わなくなったな。で、iPad も、iPad の2世代目くらいは持ってたかな。そう、3世代目も持ってたかもしれない。4世代目が出た時に買わなかったんだよな。そう。で、iPad もまあ、iPhone もそうなんだけど、まあ、とにかくね、私 iOS があんま好きじゃないわけよ。どうしてかっていうと、なんかね、もうさ、メーカーが決めたっていうか、Mac が決めた使い方以外のことができないじゃん、基本的に。もうさ、他人の作ったルートをただ歩きなさいみたいな。他人が左に行くように作ってあったらもう左に行くみたいな。そういう作りでさ、なんか、スマホにコントロールされてるみたいで、ムカつくんだよね。もうね、iPhone とか iPad も、MacBook もそうなんだけど、お前は作業以外するなって。お前がやりたいことだけ集中しろ。他のことは考えるな、みたいな感じの。お前には、そんな他のこと考える自由はいらん、みたいな感じの OS じゃん。それがね、なんか、私には受け入れられなくて、嫌だな、とか思って、今は、スマホは Android。かな、です。うん。全部アンドロイドだな。え、アンドロイドはどうかというと、アンドロイドやっぱさ、ね、私の印象は、どんなに世代進んでも、iPhone の IOC に比べると、おもちゃみたいだよ。ぶっちゃけ。たださ、まあ、もともと Linux だからね、セキュリティも、ガバガバなのかもしんないけど、まあ、Linux なだけに、しっかりセキュリティパンチも当てられてるかもしんないし、あんまりセキュリティ的には、まあ心配もしてないかな。というか、まあガチハッカーがさ、ハッキングしようと思えばさ、ほぼ素人の私みたいなのはさ、いくら防御しても、どうしようもないよ、と思ってる。うん。で、まあ SNS もさ、もうインターネットつながってる以上、まあいろんな情報はもうみんな、ガチの人にとってみれば、抜き放題だと思ってるのよ。そう。だから、まあ、過剰に心配しても、どうしようもないなと思ってて、最低限の範囲にしてしかしてない。うん。まあ、それでね、私は Android 中心なんだけど、まあ、Android は、やろうと思えばね、まあ、ガチでやろうと思えば、何でもできちゃう。かなり、ガチじゃなくても、私程度の知識でも、かなりさ、いろんなことできちゃうわけよ。そう。だから、壊れてもいいんだったら自由にやっていいよ。とことん好きにやってっていうのが、Android。iOS は、僕たちが考えた、余計なことは僕たちがやるから、あなたは作業だけ頑張って、みたいな。そう、そういう感じ。それだけに、私はね、やっぱアンドロイドの方が好きだな。まあ他にさ、
まあ、自分で買ったわけじゃないんだけど、Windows のスマホも使ったことあるんだけど、あれはね、ちょっとね、Windows さんちょっと、Microsoft さんちょっと、土地狂っちゃったかな、みたいな。まあ、そんな感じだったから、まあね、と思うし、Linux 系のね、有名な Ubuntu っていう OS があるんだけど、Ubuntu が入ってる、タブレットも、まあ、スマホも触ったことあるんだけど、まあね、Ubuntu をわざわざ使うんだったら Android でいいでしょ、みたいな。と、要するにさ、Windows、スマホで Windows 使うようなもんで、ちょっとね、違和感ありまくりだったな。そう。まあ、そんな感じで、今は、スマホは、Android で、統一してる。うん。まあね、ちょっとね、大きい声じゃないけど、そう、ちょっと、カバン置いて、のぐそタイム。そう、ごめんね、ちょっと、一旦。一旦停止。はい、お待たせ様。まあ、ここだけ聞いてる人は分かんないかもしれないね。まあ、小声でね、ちょっと、そう、大人らしくないことをやっちゃいました。ごめんなさい。早く雨で流れないかな。まあ、それで、まあ、私ね、じゃパソコンはっていうと、今はね、Windows 使ってるんだけど、過去には Linux を使ってることも多かった。うん。そう。今はね、写真集作るときに、ま、ebook だけど、全部の写真を一括で、調整したいっていうか、私はさ、枠にグレーの枠を、写真のグレーの枠を、写真の枠にグレーの枠をさ、つけるようにしてるんだけど、その方がね、トーンが上がりやすいな、白黒の場合。そう、見る方がね。まあそうなんだけど、それをね、まあ300枚だと300枚、一括でさ、ボタン一つでできちゃうソフトが、Linux に向かってないってさ。詳しい人に聞けばね、こんなのあるよって教えてくれると思うんだけど、まあ、人とね、お話するの苦手だからさ。まあ、それで、今はね、Windows 10をそのまま使ってる。今のところ11にする予定はないな。でパソコンを変えるときに、OS がついてくるだろうときに、まあ、11でもいいと思うんだけど、そう、まあ、パソコン交換するときに、今度は、Linux にして、Windows は、仮想環境で動かそうかなと思ってる。うん。だって Linux の方がさ、セキュリティの心配ないし、ソフトとか大体全部無料だし、そう、無料でさ、質の高いソフトいっぱいあるじゃん。んで、私の場合はさ、大体今のウェブ上の、今のさ、なんか作業って、パソコンで使う作業の、まあ、大体6割、7割はウェブサービスなんだよね。そう、まあ、動画編集するのも、半分以上、8割ぐらいはウェブサービスを使って、あと2割は、まあ、ウェブサービスだとね、コーディングにすっごい時間かかったりとかするから、ウェブサービスでやりきれない時間かかりそうなところは、ローカルの、オフラインのソフトでやるみたいな感じなの。で、画像修正とかも、写真展用にね、写真展とか写真集用に、まあ、ガチでさ、もう超微細な修正とか、さっきのね、枠をつけるみたいなのは、さすがにね、オンラインだと、時間かかりすぎちゃって、ものすごい疲れちゃうから、まあ、オフラインのソフトを使うけど、それにしても、フォトショップとかさ、イラストレーター使わないからさ。まあ、私的には苦手だし、そういう仕事しないし。そう。
だから、まあ、高いし。同じ以上の質のやつが無料で使えるんだったら、そっちの方がいいじゃん。まあ、そんなわけでね、新しくパソコン、まあ、年内新しくしようかな、したいなと思ったんだけど、そういうときは、まあ、ベースは、まあ、超軽量リナックスで、別に見た目とか別にどうでもよくて、サクサク動けばいいだけなんで、もう超軽量リナックスで、そして、仮想環境で Windows を動かそうかなと。そう、まあ、仮想環境で Windows って、まあ、Windows じゃなきゃ使えないソフト用みたいな。Windows 専で動かない、じゃなきゃ動かないソフト用みたいな感じで、まあ、仕方なくと。まあね。そうそう。まあ、自分でね、自前のさ、ナセサーバーかなんか用意してれば、別に、もういいのといらないなと思うんだけどさ、現状はさ、スマホとパソコンの連携とかさ、Android の、アプリとか、ね、のサービスはやっぱ Windows とか Mac 中心で Linux に対応してるソフトがないものもあるからさ、まあ、困っちゃうわけよ。まあそういう時ね、Google ドライブすごい役に立つんだけどさ、Google ドライブもガチで使うと思うと大変な役になっちゃうからね。そう、まあ、写真は私の場合は Amazon フォトに全部ポストなんだけどさ、Amazon Amazon フォトに全部ポストで、まあ、必要な分だけ Amazon からダウンロードするみたいな感じなんだけど、そうなんだけどさ、でも動画だよね。動画とかもさ、Amazon も動画もさ自由に上げられるようにしようと思うと、まあ、なかなかいい金額になっちゃって。無理みたいなぐらいの金額になっちゃうから、まあ、そこら辺はね、どう調整合わせるかって感じかな。まあ、ナセサーバーもね、ちっちゃいって言っても、1テラ、2テラぐらいなんか売っちゃえば、まあね、もうナスと連携して、さらに必要なのは、まあ、メインのね、他にバックアップ取るとか、まあ、痩せるのもいいと思うんだけど、まあ、そこまでね、私に、今予算があるわけじゃないからさ、まあ、パソコン買うのもちょっと命がけみたいな感じだから、まあ、今は、あんまり、そこまでは考えてないかな。で、パソコンも、そう、ノートパソコン、うん、まあ、便利っちゃ便利なんだよ。でも、私の場合今さ、9割以上というか、100% 今ね、そう、私は外で今作業しないから、ほぼ自宅作業なのよ。100% だね。となれば、ノートじゃなくてもいいかなと。そう。で、今、小さいさ、手のひらサイズぐらいのね、小さいパソコンいっぱいあってさ、性能もいいから、まあ、それでいいかなと。うん。そう。で、ちょっと性能がいいやつにして、Linux、性能がいいのに Linux の超軽量版を入れて、で、仮想環境で Windows を動かすと。それがいいかなと思ってるな。うん。まあ、モニターを新しくしても、それ、込みで、まあ、10万もあれば、なかなかのものが買えるんじゃないかなと。そう。で、私が今使ってる、レノボのね、もうすごい、N201 だったかな。ちょっと忘れちゃったけど、もう本当、10年前ぐらいの、パソコンなんだけど、まあまあね、まだまだね、SSD、うちの持ってる SSD、入ってる SSD はさ、もう容量満パンでさ、もうちょっと残念系だから、まあ、新しいパソコンを手に入れたんだったら、SSD をみんな消去して、軽量 Linux に変えて、まだまだ延命しようかなと思ってる。運び用にね、外で作業するみたいな。まあ、バッテリーはもうちょっと無理だけど、まあ、バッテリーだけ買ってもいいよね。
で、レノボのさ、バッテリーってまだまだ結構あると言ってるからさ、まあそうやって、パソコン2台あれば、そうそう、ね、手元2台は、まあ重たいコーディングみたいなさ、作業でも、そう、高性能なパソコンだったらもうちょっとサクサク動くだろうし、高性能じゃなくても、そう、動かしておけばそのうち終わるからね。前だ、寝ててもいいわけだし、仕事しててもいいわけだし、何やってても、いざとなればリモートでコントロールすればいいわけだし。そうやって、まあ年内に2台体制にしたいな。そうすればまあ、そう動画作成のね、効率ももうちょっと良くなるんじゃないかな。うん。今日は寒いね。そう、雲一つなくて、まんまる、もしかしたら今日は満月かもしれない。そう、うん、そうやって、行きます。それでね、まだね、職場までね、歩いてそうだな、10分はかかるな。今日はまあ出勤ギリギリかもしれない。さっきなんたって、そうそう、畑じゃなくて、土手の土の上に小屋しまってきたからね。そこでもしかしたら、ちょっと時間を増やしちゃったかもしれない。そう、まあいいの。そう。流れてしまえば本当に肥やしになるからね。そう、今日これから雨かもしれないし、そう、まあ、雨ってことはないから天気予報見てきたからな。よし、まあ、私もね、もともとさ、なんか作ったり組み立てたりバラしたりとかそういうの好きなわけよ。小さい頃とかさ、よく、おもちゃ壊したりして、おもちゃ壊したりして、よく怒られてたわ。お父さんにね、直せないんだったら壊すんじゃないとか言って、まあ、そんな経験をしてる人もいっぱいいると思うんだよ。で、まあね、コンピューターとかさ、そういうのもさ、使わなくなったからどんどんバラしちゃったよ。で、中がどうなってるか気になって仕方ないんだもん。でもね、今はね、あれ、パソコンを組み立てたりとかしない。というのも、私が一番最初に買った Windows 98が入ってたパソコンは、パソコンショップのオーダーメイドだったんでね、あの頃はね、今より全然パソコンの組み立て難しくて、部品同士の相性とかで動かなかったりするわけよ。だから部品同士の相性とかのいろんな情報を持ってる人と一緒じゃないとなかなか作れなかったし、当時はさ、言われるままにくっつけてネジ締めてだから、あー、パソコンの中ってこうなってるんだぐらいなもんで、正直よく分からなかった。私が作ったパソコンだと思ってたけど、内着あったけどね。そう。それにさ、ドライバーのインストールとか山ほどあったし、今は全自動でね、ババッと入るけど、あったし、まあフロッピーだったりね、CD だったり、まあ、いろんなのからデータを入れて、Windows が入って、みたいな。もう、作ってインストールするだけでさ、まあ、どれだけ時間かかったんですか、みたいな感じだったんだけど、2代目につけたのは、その後ね、98の後、ノートかな、ノートを1台、2台挟んで、XP 時代に、今度自分で、部品とか買って、組み立てたんだよね。でもその頃になると、もうさ、パソコンは自分の好きな部品をチョイスして、ハマる部品さえチョイスすれば、まあ、組み立てさえすれば動くっていう感じだったかな。うん。それでもね、まだ
説明書とかマニュアルが全部英語だったりしてさ。その時は、じゃあパソコンショップとかじゃなくて、みんな通販で買ったんじゃなかったかな。確か。まあ、それで、もうほんとみんなマニュアルとか英語で、もう、自分じゃさ、もう切なくなっちゃって。当時から、まあ、私はね、中学時代からのセフレの男の子いんのよ。最近はもう付き合いないんだけどね。そう。すごい女好きなんだけど、女好きっていうかセックス好きなんだよね。そう。で、その彼が、まあ、手伝ってくれて、ほとんど彼が組み立ててくれたっていうのが二代目パソコンだったんだよね。まあ、その時に、私はさ、家具を分解したり、分解して組み立てたりとか、修理したりとか、そのさ、今ほら、そういう動画いっぱいあるじゃん。ジャンクパーツを買ってきて修理したり、それを修理して売ったりしてる動画とかさ。でも、ああいうのすっごい好きなの。でも、向かない。なんかいまいち、私の場合は、部品を取った外したはめたぐらいがいいところで、まあ、せいぜい、メモリを変える SSD を、ハードディスクから SSD を変えるとかぐらいかな。なんかね、全部ばらさなきゃいけない系の CPU とか取ると直せなかったりする。モニターを、外したったら、モニターをつけられなかったみたいな感じのことが、過去にノートパソコンで何回もやってる。そう。だから、私の中ではね、もう、もうプロ級とか、そういうレベルの、そういう分解、ばらし、修理とかそういうのは、できないね。そう、プロ級っていうか、まあ、中級まではもういかないな。中級のね、初級と中級の間ぐらいがいいところ。そう、逆に、そんな、物理的な改造なしで、チューンアップしたりするのは結構好きかも。好きというか、私もできる感じ。例えばさ、古いさ、アンドロイドに、無理やり Linux 入れたりとかさ。もともとね、Android Linux だから、まあ、そんな難しくないんだろうけど、とかね。そう、自分のパソコンに、もういくつも仮想ディスクトップで、仮想環境で、いくつもさ、OS 入れたりとか、昔のブラウザを探してきて、昔のブラウザを入れてみたりとかさ、それちょっとね、普通はやらないような感じのマニアックなのプログラムを入れたりとか、使えるようにしたりとか、そういうのはね、私でもできる。いや、私ができるというか、私の、そう、趣味の範囲だよね。そう。まあ、そんなわけでね、今日も、そう、終わりが近づいてきました。もうすぐ、職場に着くんですけど、今日はね、途中、中断がありました。で、昨日は、あんなに暑く、X ジェンダーの話とか、クイアの話したのに、ほとんど聞こえない音声になって、今日もどうなるかわかんないけど、まあ、これも、経験、トライアンドエラーですからね。最近さ、私も何年かぶりに YouTube に復帰したんだけど、今の YouTube ってさ、過去に比べるといろんなことができて、いろんなことが洗練されてて、トライアンドエラーのチャンスが山ほどあるんだよね。もちろん動画の中身も大事だし、もうさ、長くやってる人たちがいっぱいいるから、その、技術論というかテクニック論みたいなのもあるわけじゃん。そういうのを駆使して、ちょっとずつ自分が成長していくっていうのが、まあ、YouTube の動画作り、YouTube の配信、最近面白いなと思ってます。で、同じように、ポッドキャストのね、配信とか、ラジオ配信とかも、もういろんな人がトライアンドエラー繰り返しながらやってると思うので、それもね、これから勉強して、いいものをしていきたいなと思ってます。そんなわけで、なんでこんな息切れてんだ？
ちょっと頑張って歩いてかもしれないです。そんなわけで、今日も目的の、そう、片隅市40分、距離を走破し、着いたので、よろっと終わりにしたいと思います。そんなわけで、まだまだ希少種のクイアである、マコネの M ポストでした。明日が今週最終録音になります。じゃあね、皆さん。今日一日、楽しく過ごしましょう。バイバイ。